仕事は香川県香織市でアイヌスヤティというヘビセンビを焼いております。今回の本でこの宵も始まりましたのユーストリームをご紹介したんですけど、どんな活動されてましたか？日頃はですね、町の有志と一緒に観音寺の活性化ということでユーストリーム放送なんかをやっております。それで何か効果ってあったんですか？そうですね、まあ、末広さんの本でもご紹介されているうどん手拭いなんですけど、非常にたくさん売れて、今いろんなデザインも開発されていまして、街の中でたくさん目にするようになりました。今後はどんな感じで？まあ、うどん手拭いの2番手じゃないんですけど、まあ、いろいろな町の名産品とか特産品、そういうのをいろんな媒体を使って知ってほしいなと、で売り上げ上がればいいかなと思います。